届いた情報は小さなポスターだけだったが、アマゾンのビアボールは瞬く間に完売。アマゾンのビアボール、三大アイドルが CM に登場。アマゾンのビアボールがどんなに人気があるか、小さなポスター一枚で分かりました。そのポスターには、平野翔神宮寺勇太、岸優太の3人が揃って、サントリーの新 CM に出演しているとあります。この3人は、 サントリーの炭酸水で割ったビール飲料、ビアボールの新 CM キャラクターとして登場するそうです。驚きですよね。なんとも気になりますよね。ビアボールはもう本当に完売王ですから、私は迷わずポチりました。笑い。万が一違っても、それは推しカラーだから、まあいいでしょう。ビアボールって何え、また三人。しかも、 アマゾンで予約商品としてこんなのがあるなんて予約しちゃいますよね。少し先走っているかもしれませんが、でもね、彼らが売り切れるのは当たり前ですからね。今年2月から、平野翔さんを緑人相だの新 CM キャラクターに起用している飲料メーカー大手、サントリー。それが、今度は平野さん、神宮寺優太さん、岸ゆうさんの3人を、 炭酸水で割るビール飲料、ビアボールの新 CM キャラクターに起用したことが明らかになりました。何でもありだ。乾杯だというキャッチコピーが記され、3人がグラス片手に乾杯する様子が印象的なポスターが見られます。緑人層だがそうだったように、ビアボールも日本中で爆発的な人気になるでしょう。私はまた遅れてしまいました困惑顔。 あまりたくさんは飲めないので、まだ緑がたくさん残っているけど、でもやっぱりこのグラスが欲しいです涙顔。ビアボールは自分好みに自由に楽しめるというこれまでにない価値を持った炭酸水で作る自由なビールです。サントリーのビールとしては過去最高のアルコール度数16%を実現し、氷を入れてもしっかりと感じられるビールの美味しさと、 時間が経っても崩れない味わいと香りのバランスが特徴です。パッケージはブランドカラーであるターコイズブルーを基調にしたカラフルな配色と割り方いろいろという文言で自分好みに自由に楽しめるというビアボールの価値をわかりやすく表現しています。また瓶を従来品の約2割軽量化したことに加え、 従来のマキシキャップから再生が可能なスクリューキャップに変更することで、付属の再生キャップを廃止し、ユーザビリティ向上とコストダウンを実現しています。容量は3 3 4トルで6本セットです。アルコール度数は16%です。専用のカラフルグラス3個も付属しています。ビアボールの魅力をさらに掘り下げてみましょう。 この革新的な商品は、あなたのビール体験をカスタマイズするための新たな方法を提供しています。自分好みの割合でビアボールを調整することで、他では味わえない個性的なビールを作ることができます。例えば、より爽やかな味わいを求める場合は、炭酸水の割合を増やしてみてください。また、濃厚な味わいを楽しみたい場合は、 ビールの割合を増やしてみることもできます。あなただけのビアボールを作ることで新たなビール体験が待っています。そしてビアボールのパッケージはビールの楽しさを表現しています。ターコイズブルーを基調にしたカラフルな配色はビールの爽やかさや楽しさをイメージさせます。さらに割り方色い々ろいろという文言は あなたが自由にビールを楽しむことができることを示しています。このパッケージを見るだけで、あなたのビール体験がより楽しくなることを感じることでしょう。また、ビアボールは、アルコール度数16%という高いアルコール度数を実現しています。この高いアルコール度数により、ビールの味わいがしっかりと感じられるだけでなく、 時間が経っても味わいや香りが崩れることなく楽しむことができます。これまでにないビールの美味しさを味わうことができるでしょう。さらに、ビアボールの付属のカラフルグラスは、ビールを楽しむ上で欠かせないアイテムです。このグラスを使うことで、ビールの味わいがさらに引き立ちます。あなたのビール体験をより一層豊かにするために、ぜひこのグラスを使用してみてください。 最後に、ビアボールは、20歳以上の方を対象としています。未成年者の飲酒は法律で禁止されていますので、十分にご注意ください。また、実際の商品の外装デザインは、画像と異なる場合がありますので、ご了承ください。ビアボールは、自分好みに自由に楽しめるビールとして、多くの人々の支持を得ています。 あなたも、ビアボールを使って新しいビール体験を楽しんでみてはいかがでしょうか法律により、20歳未満の種類の購入や飲酒は禁止されており、種類の販売には年齢確認が義務付けられています。また、実際の商品の外装デザインは画像と異なる場合があります。ビアボールは、ビールを自由に楽しむための革新的な商品であり、 これまでにないビール体験を提供しています。あなたはこの自由なビールをどのように楽しむのでしょうかそれとも、まだビアボールの魅力には気づいていないのでしょうかさらに、オリジナルグラスが付属しているというのも魅力の一つだ。自分だけのビアボールを作り出すために、グラス付きで提供されることは、本当に素晴らしいことだ。そのグラスは、 ブランドのカラーであるターコイズブルーを基調にしたカラフルな配色でデザインされており、ビアボールのコンセプトを表現している。このビールは、その製品とパッケージのデザインにおいても革新的だ。従来品よりも軽量化された瓶や、再選が可能なスクリューキャップなど、ユーザビリティが向上している。これにより、より快適にビールを楽しむことができるだろう。 ビアボールが完売するのも納得だ。このような革新的な商品が市場に登場すると、消費者の関心を引きつけるのは当然のことだ。そして、それが三人組のアイドルたちと結びついていればアミムもう何も言うことはない。しかし、私はビアボールが一時的に在庫切れになっていることを知って少し安心した。まだ購入する機会があるということだ。 そして、それが訪れたら、私は間違いなく自分だけのビアボールを楽しむことができるだろう。今回のビアボールの話題は、どこかしら私たちの心をつかんで話さない。新しいビールの形、そしてその背後にいる三人のアイドルたち、これらすべてが私たちの関心を引きつけてやまない。では、あなたはどう思いますかビアボールは、あなたの好みに合うでしょうか それとも、他のビールの方が好みですか話題のビールについて、どのような意見をお持ちですか